こんばんは、クリームです。今日はですね、ノイズリダクションのツールについてご紹介したいと思います。で、ですね、ゼンハイザーの MK200 を買ってる人はですね、申し込んだらいいと思うんですけど、あのアイゾトープっていうですね、ノイズリダクションの、ツールがありまして、でダヴィンチリゾルブのアドオン的に使えるツールなんですけれども、でそれがですね、今年のですね、2021年3月1日以降に、ゼンハイザーの MK200 ですとか、まあその MK シリーズを買った人にですね、キャンペーンということで、アイゾトープの RX8 エレメンツっていうですね、ソフトウェアがダウンロードできます。で無料でゲットできるので、ぜひやってみていただければと思うんですけど、ただまあサイトを見ると、まあ、終了したセールってなんか書いてあるんですけど、まあ、キャンペーン期間は結構限定的だったようなんですけど、まあダメ元でなんか申し込んだら送られてきまして、シリアルナンバーですね。なんかその要するにフォームの自動返信閉じてないのか、ちょっと何なのかわからないので、まあオフィシャルじゃない情報かもしれないんですけど、まあゲットできてしまったのでご紹介です。で、ダウンロードできるのが、まあ、僕は MK200 をちょうどですね、3月1日以降に買ったので、4月ぐらいだったかな、ノイズリダクションの RX8 エレメンツがゲットできました。でまあもろもろインストールすると、ですね、まあダヴィンチで言うと、フェアライトページのですね、まあ、EQ に、まあ、au なんとかっていうですね、au バンドパスですとか au フィルターとかですね、これが追加されます。で、で、まあ、一番使うのが、いろいろゲットできるんですけど、ノイズリダクションにある、ノイズリダクションの au にある RX8 ボイスデノイズですね、これがめちゃくちゃ使いましたね。で僕最近マイクのテストしていて、ちょっと何か間違ったのか、すごいノイズがジリジリって入っちゃったことがあって、でボツにしそうになったんですけど、でダヴィンチのノイズリダクションでもなかなか綺麗に消せず、困ってたんですけど、最後まあもうボツにして諦めようかなと思った時に、このキャンペーンの情報をつけて早速インストールして、まあノイズ消えたらいいなと思ってやってみたんですけど、見事にかなり消えまして、すごく助かりましたね。で、クリップごと、音声のクリップごとに適用していくんですけど、ミドルですとかハイですとかですかね。まあ、比較してですね、まず解析して、で、ノイズリダクション後の音声を比較できるんですね。ロー、ミドル、ハイだったかな。で、それを適用すると、バウンストっていう名前がついた、ハイフンバウンストだったと思うんですけど、音声ファイル、音声クリップができるんですね。それはリダクションされた後のクリップなんですけども、結構ですね、ノイズ消してくれるんですよね。で、アイゾトープは、まあ、プロの方もすごい使ってる
ソフトウェアだと思うんですけど、まあ、そのエレメンツだからまあちょっと簡易版だと思うんですけどね。ただまあ十分使えるのかなと思っています。まあ、気に入ったらですね、あのアップグレード、まあ、有料になると思うんですけど、アップグレードしてもいいと思いますし、そういう感じですかね。でノイズリダクションについてはですね、結構僕も研究しまして、今までまあダヴィンチの、まあ、音声のクリップを選んで、あのエディットページでもう自動で書けてたんですね。でそれはそれでまあいいんですけど、あの手動で書ける方法もですね覚えまして、あとあのノイズリダクションは複数かけられるんですよね。まず自動でかけておいて、大体のノイズを消しておいて、で、あのノイズの鳴っているところだけですね、インアウト打って、で、コマンドスラッシュでループするようにして、でオプションスラッシュを押すと、そのインアウトのところだけずっとループするんですけど、で、その状態でノイズリダクション手動で解析すると、さらにノイズが、消えますね。そこのノイズのとこだけ解析してグッとあのノイズを減らしてくれるので、うん、これ結構使えるんですよね。あとまあボーカル の、あのコンプレッサーもですね、マルチバンドコンプレッサーで、まあ、自動でバーンってかけてたんですけど、まあローですとかあとハイトーンですね、個別にいじったりですとか、ちょっとあの EQ の使い方も慣れてきて、まあ、昔音楽やってたこともあるので、ちょっとアート編集でいじりたくなるんですよね。まあ、いじりすぎるとまあ良くないですし、まあ、それぞれのですね、まあ、求める音でいいと思うんですけど、ちょっと僕がそのドンシャリが好きなので、結構ローとハイを上げちゃうんですよね。でミドルが下がってるみたいなね。もしかしたら聞き取りづらかったらすいません。あのまだ試行錯誤中なので、まあ、こうやってあのナレーション的に撮る場合はミドル上げた方がいいと思うんですけど、ちょっとなんか自分の感覚的にまああのハスキーな感じにしたいっていうのか、まあ、そんな感じがするんですよね。で、まあ、音割れも、ちょっとよく音楽やっていながら全然分かっていなくてですね、この、なんていうか、動画収録における、まあ、音量ですね。で、まあ、音割れないように、このゼロに届かないように、まあ、フェーダー等で調整するですとか、まあ、そういったちょっと、スキルもですね、アップしたので、まあ、これからまあその音声に関しても聞き取りやすい音にですねできたらなと思っています。はい、というわけで、まあ、MK200 を持っている方でしたらですね、ぜひあの応募してみてほしい。アイゾトープの RX8 エレメンツのキャンペーンのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。また。